ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、タタリ・ザ・アライバルというゲームをやっていきたいと思います。今回のこのゲームですね、キャンプをしている人たちが行方不明になってしまって、その人たちがなぜいなくなったのかとか調べる、警察、まあデカですね、のお話みたいです。そしてこちらのね、最新作ですけど、一応3部作みたいになってるみたいで、このゲーム自体が、そうだな、いつ出るのか、どんどん出てくんだと思うんですけどね。で、ここはまだプロローグみたいな形なのかな。これから楽しみですね。とりあえずこのタタリ・ザ・アライバルやっていきましょう。この体験版の声優はコンピューターで生成されています。完成版では本当な声優を雇う予定です。声優を有効または無効にしたい場合は設定でお願いいたします。まだ最初だからかな。で、このゲーム自体は無料でできるんですね。What a strange case. とても奇妙な事件。読まなかったら信じなかっただろう。これらの失踪事件は互いにあまりにもかけ離れている。どの行方不明事件も前の事件とは共通点がない。単なる偶然なのか、それとも誰かに責任があるのか。なるほど。共通点があるのか。Did he leave without his shoes? 靴を履かずに出かけた。山口力也26歳、森ソナ島キャンプ。月曜日の早朝、森ソナ島キャンプのマネージャーかな ?23 位の訪問者が前夜からテントに戻ってこないことに気づいた。持ち物はテントの周りに散乱していたが、寝袋はそのままだった。その日の早朝、森の中をブラブラしているのを見かけたと報告があったが、それ以来姿は見ていない。携帯電話をテントのバッグに忘れたようで連絡が取れない。靴もテントの外で見つかった。まあ怪しいですよね。はい、感度高しだな。はい、 OK です。 This is what bothers me. Three more similar 同じキャンプでは同様の出来事があと3回起きている。被害者は10代の女子学生、中年男性、ハイカーの中年女性。共通点は全くない。これらの事故に出てきているのはキャンプのマネージャーだけである。しかし彼にはこれらの事故についてはアリバイがある。彼はこれらの事故とは全く関係がないそう。マネージャーというのは、まあ管理人かながいるんだけど、その人はアリバイがあるから失踪には関係ないんじゃねえかなっていう感じか。眠れるようになる。ジャパニーズ？なんて書いてあるの？本。眠れるようになる。好きな本ってこと？鍵。These are the keys to my car. なるほどな。I will need them to drive there. お。開いた。ランタン。I will need this for my camping trip. A source of light is always needed. ランタンが必要だと。他には？なさそうだね。行きますか。I need to pack some things before leaving the house. 荷造りをしないと。調べるだけだもんな、これ。他には？荷造り？何がある？他に。あ、これか。さあ、行きましょうか。I need to pack some things before leaving the house. なんだよ。他に何があるんだ？ご飯を食べるとか？そんな悠長なこと言ってられないだろう。あ、携帯か。はい、これでいいんじゃないか。I got everything I want. 準備。さあ、行こう。Time to get going.さあ、ようやくこのキャンプ場に向かったのかな。女性、中年男性、ハイカーの中年女性がいなくなったと。いろいろあるね。これはもう一台誰だ？マネージャーか？とりあえず入ってみようか。あ？リキア・ヤマグチ。20リキア。クロスアウト。アキオ・マツモト is now 現在23位。私です。Great. That's me.
私は行方不明者と同じ場所にとどまる。あ、23番ってこと？チンチンチン。I don't think there is anyone inside. 開かないぞ。ああ、いらっ。The door is locked. Where is the manager? まずはマネージャーを探さなきゃいけない。I think it is empty. 空っぽだと思う。結構なんだ、本当に森の中だな。I have no job going there. え？いるか。That's where I came from. そこから来た。I have no job going there. マネージャーがいるのか。I have no job going there. え？どこに行くんだ。でも囲われてんな。鍵がじゃあどっかに置いてあんのか。I think it is empty.そういう感じ？あ、調べられなくなってる。I don't think there is anyone inside. 本当に？ Rikia Yamaguchi, spot 23 is crossed out. Akio Matsumoto is now at spot 23. Great, that's me. Okay. I will stay in the same spot as the missing person. Maybe that will help me to figure out faster what happened here.これちゃんと聞かないといけないんだな。鍵がある。2台あるということは、あ、ちょっと待ってよ。あ、こっち行けるわ。あー、橋だね。こっちがマネージャーさんがいるとこなのかな。ああ、あの上が管理人というかね、マネージャーがいる建屋。まあでもほんと自然が、あ、23番がこっちだ。あ、じゃあさっきの場所は別に違うんだ。これが24番。とりあえず24番見ていこうか。あ、ダメだ。23番に行かないといけないんだな。あー、でもキャンプする場所は結構あるね。23番。これか。あー、なるほどね。これがキャンプサイトだね。It's getting late.I should find some firewood before it gets too dark. 薪を探さないと。暗くなる前に薪。え？拾う。These should be enough for the night. 一本で大丈夫なの？使用する。はい。で、火をつける。あ、ライター。ライターでつくのか？うん、すごい火力。ファイヤー。あ、これが松本さん？これが渡すですね。What is that? I should check it out. 調べない方がいいかも。ああ、確かに音がする。あそこ暗いけど木が揺れてるね。It's too dark. I can't see over there.I should get my lantern. ランタン。なんだ？ Oh. おう、かわいい。It was just a rabbit. Rabbit. Nothing to worry about. Hmm. Weird. 火が消えた。なるほどね。How did that happen? 巻き足す？ Maybe the wind? Now I will need a few fresh pieces. What was that? 巻き。これ薪を足すのか。はい。使用するランタンじゃねえな、ライター。はい。
とりあえずいいかな。ここも明かりがついてるね。薪を取りに行くとか別にいいのか。I have no reason to leave the camp that way. とりあえずじゃあこれで満足かな。とりあえずやることとか書いてないもんね。うん。平和なキャンプですね。あ、なんかある。鍵？ What's this? どこの鍵だろう。Some poor camper may be looking for it. かわいそうなキャンパーがいるかもしれない。朝になったらマネージャーに返す。ああ。たくさん寝ましょうってことね。なるほど。この鍵、古びた鍵ってなったけど、なんか怪しいね。え？テントじゃない。おー、いきなりいい日ですね。急に日本風な感じの。はい。なんか視界がゆらゆらしてるな。あ、声が聞こえるよ。おー、赤いね。どこだい、声は。あ、ここか？聞こえるね。あ、ここか？おー、青い。脳筋すぎるコメントが。赤い、青い。次は？黄色じゃない？黄色い。しまった。次は？ピンクか。ピンク濃い。なんだこれ。なんだなんだ、急に鍵が閉まって。ドール。調べる。ジュイン。何もないね。あ？アニメーションになった。あれ？場所が変わった？変わったか？夢落ちかな？What was that? What a strange dream. 奇妙な夢。暗いなあ。あ、でもなんか霧。I am sure these were there before I got to bed. ああ、灯籠は確かになかったね。ランタンを、あ、これ。おお。道ができてる。でもさっきこっちがさ、電灯というか、テント近くにあるのがあった気がしたけど、今ないね、なかったね。I didn't know there was a village down that path. 何これ？リジマ村？ I should follow the lanterns. 星島？お、向こうに続いてる。いや、面白そうだな、このゲーム。この日本の都市伝説に基づいたストーリーになっているっていうことね。ランタンを追って森の中歩くこと約30分。歩いたね。結構よ、森の中30分って。なかなか歩けないからね。あ、ホタル。いいね。あ、ホタル。ホタル見ていい？ I don't think getting lost in the woods is a good idea. こいつ見てねえな、ホタル。さあ、灯籠が続いてますね。しかも大きな門があるけど。まあ、なんかここまで来ちゃうと、なんか日本っていうより中国っぽい感じがするね。で、全然走れないね。家が連なってるけど、あ、
板で撃たれてるな。こういうの取れるのか。いや何も出ない。あーでも雰囲気あっていいですね。ここはただ木があるだけ。日本映画村とかなんかこんな感じなのかな。小学校か中学校か忘れたけど、修学旅行かなんかで行った時以来だな。思い出せないぐらい、小学校か中学校かすら。中学校かな。開けれんのかこれ。診療所だ。へえ、開くじゃん。注射器だ。鍵のかかったパズルボックス。うん？隙間がら空きだけど何これ。どうすりゃいいの。隙間を埋める板があるってこと。なんだこれ、開くぞ。あーでも板で打ち付けられてるところはいけない。ここは？あー鍵がかかってんな。あ鍵いけんのか。It fits, 合わない。こっちから来たよね。あのボックス何をしたら正解だったんだろう。開かないね。開くところ、開かないところ、ここは開くか。ここは一般家庭的な感じ？いや、かといって何かあるわけじゃないな。ん？なんかちょっと音がした気がするけど。まあいい。ここは板で打ち付けられてて、うん、向こう頑張るか。ここは開きそうだな。はい。包丁とかペンチとかカンナとか大工さんかな。あーはいはい、鳥居だ。はいはい、ちょっと形見えてきたね。形見えてからが長いのよ。お、来た。ん？布、オイル缶。なんか燃やすのか。燃やすっぽいなぁ。どこ燃やすんだ？いろいろパズル的要素もあって面白いですね。こっちはドアねえな。あの、ホタルのとこか？ここも打ち付けられてて、あ、そこ湧くね。あー、キツネがいる。絵が傾いてて、なんかキーキー言ってるけど、これが階段起きそうだね。
袋があって、うん、特に何もねえな。この噴水でなんかあんのか。いや、別に何もだぞ。何もない。あ、そこも開きそうだ。酒屋さんだ。これは別に。開くとかないな。布と潤滑油。そこは開く？あ、ここが鍵か。んー、じゃああのなんかこうパズルのやつやった方が良さそうだな。なんか正解があるんだろうな。ここは打ち付けられてて、手前も打ち付けられてたよね、確か。ああ。じゃあさっきの木だな。木のパズルだ。あとなんか2階に行けそうだから、はしごどっかにあったよね。それかな。それやらんといかんかもしれん。ちょっと待って。ここ、ここだっけ？あ、違う。ここ初めて来たかも。絵が飾ってあって。俵。このはしご、はしごじゃねえか。これ棚か、ただの。あ、これは？ダメだ。あ。この紐は？でも何もないぞ。あ。これ、あれか。首吊りしたとこってことかな。そういうこと？バケツに乗ってって感じ？ん？そこは違うよね。あ、打ち付けられてる。で、とりあえず、鍵がかかってるところと、ここかな？パズル、やれそうなのか？やらなきゃいけないのか？まあちょっとやっちゃおう。これ関係ねえよな。何が正解だろう、これ。あ、はっはっは。あ、わかったわかったわかった。右側にね、のみ。うん？鍵開けんのか、あれで。This is not working. 動かない。サビ。Maybe this will help the key to turn. なんてこれ。サビれた。あ、いけてるいけてる。This is not working. That does not make any sense. 意味がない。あ、いた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 。写真拾ったら、ジュミレちゃん、スミレちゃんか、プレゼントです。これは何ですか？あ、人形だ。あの人形だ。Thank you, Akihiko. Akihiko? I'll name her Samaya, just like me. スミレっていう人形をつけたんだ。写真見てみよう。あ、見れないんだ。しまったね。ドアノブがない。
ある、そんなこと。え、あ、これ、なるほどな。あ、なに？あぶねえ。あぶねえ、死ぬとこだったぜ。引き出しにやられるとこだった。あ、ここさ、あれだ。さっきの。素晴らしい7年間。あー、亡くなったのかな。I'm sorry for your loss. お悔やみ申し上げる。娘さんに何が起こったのか分からなかったことも残念です。Can we at least せめて人形と一緒に仮装してもいいですか。She loved her a lot. 大好きだった。I'm sure she'd like to be with her. 人形のそばを離れたくないと思うだろうね。I'm sorry, Mr. Suzuki. 申し訳ないですが、鈴木さん。ここで終わりなの？気になる。めちゃくちゃ気になるね。いや、面白かった。日本の雰囲気というか、ゆっくりこう捜索していく感じで、パズルはあるけれども、そんな難しくもないし、このストーリーとしてね、キャンプしていたんだけど、現代で行方不明になってしまう、それが、調査をしている警察は夢を見て、もしかしたらスミレさんっていうね、子供のが何か関わっているんじゃないかというところまでが分かりましたね。この先どういう恐怖が待っているのか、そのびっくりさせるというかね、こう恐怖感を煽る感じもすごい日本ジャパニーズホラーリスペクトしてる感じがありましたね。びっくりっていうよりはゾゾゾってするような、とても面白そうなホラーゲームです。一応デモ版とも書いてなくて、これはこれで、あ、デモ版で言ってたな最後これはデモ版ですって。まあでも無料でね、このデモ版出していって、また製品版が出ると思います。とても楽しみにしてましょう。楽しみしてましょうはいね、ということで今回はこの辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。